皆様こんばんにゃーということでね、もしかしたらこのセリフを言うのはこれ最後になるかもしれません。今時点ではちょっと今後撮る予定がないんでね、このこんばんにゃーが最後かなと思うとちょっと名残惜しい、いよいよサービス終了なのかなっていうことも思いね、今回の動画をお送りしたいと思います。前回ね、サービス終了というところで、まとめ総括、これ2つに分けてね、遊戯編、遊戯っていうのはゲームプレイそのものですね、についてのまとめと、今回のね、交流部門、今時のオンラインゲームっていうのはね、昔ながらの会計のゲーム、オフラインのゲームであれば、制作者の方が作った世界の中、ゲームの中で、戦ったり、パズルやったり、いろんなね、その設定されたゲームを、それぞれのプレイヤーが楽しむ、おしまいっていうことなんだけど、今時のオンラインゲームなので、多かれ少なかれね、そのオンラインでつながったリアルプレイヤー同士のコミュニケーション機能、交流機能っていうのは、大体ついてるわけですよ。というところで、この FLO に関してもね、ある程度そのような機能、限定的ではあるんだけど、ついているよというところで、私はね、今回、その FLO を語る上で、ゲーム本体、遊戯部門と、その FLO についているコミュニケーション、交流部門の、思い出話を、2部構成でね、お送りするということで、今回後編、交流部門についての総括、まとめ、ご紹介したいと思います。ちょっとね、前回の動画が全然長く喋る気ないんだけども、あれこれね、雑談、余談、脇道、曲がり道含めて30分くらいの動画になっちゃって、ちょっとあまりに長すぎたんで、ほんと今回はね、5分で収まるようにって、過去にもこのセリフって大体守ることができた記憶がないんだけど、5分目標で、なるべくコンパクトにお伝えしたいと思います。でね、今までね、ゲーム内で仲良くなった方と、ある時は、もう今ね、どんどん行きますよ、思い出して。歌をね、私が最初にね、魔界迷宮っていうのがあって、これはある意味、いわゆるガチ勢っていうかね、お強い方向けの限定って言ってもいいかもしれないね。課金、基本的には課金してる方限定のコンテンツとしてね、やっぱ運営側っていうのは、より多くのプレイヤーにより多く課金してもらうっていうのは、これはもう、なんていうかね、ある意味戦いとも言えるし、その運営側とプレイヤーとの戦いとも言えるし、ある意味誰かが課金しないと当然ゲームは回らないわけですから、それはね、もう運営側は絶対その何らかの方法でお金稼がなきゃいけないってところで、より多くのプレイヤーにね、課金してもらうべくそのような仕掛けがあるのかなと予想はするんですが、要は難しいわけです、とてつもなく。難しいというかね、クリアできません、ぶっちゃけ。っていうところで、私も一応ね、そうはいえどね、ここまで1年半ぐらいこのゲームやってきたっていうところで、その魔界迷宮が実装された時点でね、挑むわけですよ。ただ当然のことながらね、クリアできませんで、でその心情をね、津軽海峡冬景色という非常に有名な歌ありますが、それのパロディでね、魔界迷宮冬景色っていうのを作ったりね、あとね、またある時はね、霧鉄山頂っていうのが実装されてね、期間限定であると。でそこを回ると、ちょっと今名前が思い出せないんだけど、星のような石のようなものが取れますよって。それを当時私完全無課金でやってたはずなんで、何らかの方法で無課金の人がゲーム内でいろんなね、ゲーム内アイテムだったりキャラクターをゲットしようと思うと、課金するか、どのゲームでもそうですけど、基本無料のスマホゲーム、猛烈な時間使ってプレイするか課金するかなんですよ。それ相応の額を。っていうところで私は、無課金でどこまでやれるかっていうのが一つ縛りプレイ的に遊んでいたので、実際その懐具合もそんな余裕があるわけでもありませんので、とにもかくにも無課金でいけるところまでいくという考えのもとね、当時ね、で私、なおかつね、攻略とかも見ずにやるんですよ、基本的に。やむを得ない時以外は。で、その、霧立山頂の時なんかは、今気づきました。動画撮り始めて5分経てます。もうこうなるんだよ、絶対に。しょうがない。俺、語りたくてしょうがないんで。続けますよ。
でね、その霧立山頂の石をね取ってお金稼げなきゃ、ゲーム通貨稼がなきゃってところで、私ね10時間ぐらい回ったんですよ。もう何周も何周も何周もして全然取れない。で結論から言うとね、結局ねその取れる、場所っていうのがね、そのなんか特定のなんか地下かなんかのなんかこう井戸かなんかに入って、アイテム取らなきゃいけないので、それもわかんないでしょそれっていうのでね、そのね、悲しい心情を歌った霧立山頂冬景色とかね、まあ、ある意味ちょっとふざけた歌ってみたをやったところで、まあありがたいことにね反響結構ちょこちょこいただきましてね、まあ初心者素人が歌ったにしては反響いただきまして、でそんな中でね、コラボ、この歌詞で歌ってみて、まあ、いかがでしょうかみたいな感じでね、歌詞を、ある意味コラボ的に投稿してくださる方がいて、それに対して私がさらにね、歌を乗っけて、歌を乗っけてってかね、歌ってみたをやってみたいな感じで、まあ歌ってみたコラボみたいなこともありましたね。うん、で、他思い出すのはね、花火のね、みんなでなんか砂浜じゃない、期間限定の海辺があるじゃないですか、夏の海みたいなのもね。であそこでみんなでスノーちゃんの技でこう砂浜みたいなのにこう波打ち際みたいなのが出る演出の技があって、それをみんなで砂浜をバーッと出して花火打ちまくるっていうのがあってね、あれはものすごいなんか演出でね、こう太陽のキラキラみたいなのが出るんですよ。それをみんなで4人でやるとものすごいキャキャキャってなって、ああこういう風になるんだね。なかなかね一人で遊んでるとそういうのって見れないんで、やっぱマルチで遊ぶとマルチならではのその演出面でもそうだし、またそれを見てねそこにいるみんながね、あこれ綺麗だね綺麗だねみたいな感じでね、私も実は思いましたしね、っていうこともあって、それもやはりね、さっきのその冬景色 シリーズと合わせてね、全部今から話す内容とか動画概要欄にリンク貼っておくんで、ぜひね興味ある方ご覧いただきたい、お聞きいただきたいと思いますがね、そんなようなね花火、あとねそのスノーちゃんの演出なんていうのも思い出しますね。うん、ぜひ見ていただきたい、ものすごい綺麗だったんで。あとはね、まあその後いろんなことあったんだけど、私がねそのシアちゃん縛りプレイっていう謎の遊び方をちょっと やるようになって、まあ最後のサービス終了に向けた3ヶ月前ぐらいかな、うん、っていうところでもうシアちゃんをパートナーにするだけでは飽き足らずね、アバター自身もシアちゃん化してしまうっていうね、なんていうかねこう2人シアちゃん合わせみたいなよくわかんない遊び方をしてたんだけど、それがねどんどん盛り上がってね、他のプレイヤーもね、まあ、お友達さんなんですけど、巻き込んで、4人、最初はね、2人でシアちゃん縛りってやったんですよね。ブヒーモスにシアちゃんで行ってみようみたいな。っていうのもあったし、あと、普通のブヒーモスを4人でやって、これはシアちゃん縛りとかではなく、で、シアちゃんで行って、シアちゃんで MVP を取るっていう遊び方もしたし、さらにはね、その2人でやって面白かったんだったら、じゃあもう4人全員シアちゃんになったらいいんじゃないのと。でしかもクリアした時点でそのブヒーモスが倒れ、ブヒーモスじゃないか、ブヒーモスかな、なんかが倒、ブヒーモスじゃない、伝説級だ、伝説級が倒れた時点で全員がシアちゃんだったらすごいなんか映えるんじゃないかっていうので、それをねお友達にこれは突発じゃなくて提案したんですよ、あらかじめ。これさっき言ったね、その今時のオンラインゲームなんで、個別チャットがあるんですね、個人チャットが。で、これで皆さんに提案してどうでしょう、今度はね、YouTube に動画、こんな動画作りたいんだけど、ぜひ合わせやりませんかっていうので、シアちゃん合わせプレイなんていうのでね、2人でやったり、4人でやったり。で、これはね、私いろんなコラボ動画撮ってきたけどね、一番かな、その事前に計画して、まあ、突発っていうのも面白いんだけど、事前に計画して、それをねみんなでこう計画立てて、まあ、まず乗ってくれる人を集めて、打ち合わせして撮って、かつこれただ出演者じゃないですよ、みんながこの部品を倒さないといけないんで、倒してかつクリアした時点で全員がシアちゃんっていうね、あれはね、決まった時はもうめっちゃなんか全然本来の遊び方ではないんだけど、
皆さんね経験あるかもしれないけど、本当にいいゲームっていうのはね、その運営さん側がその企画者が作った遊び方を超えた遊び方できちゃうんですよ。自分でゲーム遊びが作れちゃう。でね、FLO っていうのは非常にね、そういう意味では間口が広いっていうか、懐が深いっていうかね、まあ自分たちでね、遊び、私、花火イベント今度やろうよっていうのでね、何十人も、賛同してくださってて、どうなることやらって、非常に楽しみにはしてるんですよね。いろんなね、もうユーザーでね、プレイヤーで自ら遊びを作り出しちゃうっていうのはね、非常に、まあプレイヤーの側としてはね、まあ楽しいですよね、単純にね。うん。自らも遊びを作っちゃうわけですよ。ただこう、なんだろうな、設定されたものをこうね、機械的に受け入れるのではなく、それもダメじゃないですよ。それもいいんですよ。でも、それだけではなく、それはそれでいいんだけど、自分たちでね、もう遊びをね、運営さんがある意味予想しえなかったようなものをやっちゃおうじゃないか。私、新ライフ、花火師とか名乗っちゃってますからね。これは運営さんが聞いたら、いや、そんなの別に設定してないしっていう話なんだけど、別にダメじゃないでしょ。うん、っていうところなんで、まあ、運営さんがね、それを仮にまあ、知ることはないだろうけどね。仮にね、企画なさった方、このゲームのデザインなさった方が聞いてね、ああ、そんな面白いことやってる人がいるんだ、なんて思ってくれたらね、これなんかまさにね、なんだろうな、直接のその運営さんと私のコミュニケーションというのはないわけだけど、ゲームっていうのは私の捉え方としては、そのゲーム企画者、デザインされた方が、そのプレイヤーに対してある意味、こう、表現してるわけですね。世界観だったり、キャラクターデザインだったり。で、それを、まあ、昔のゲームであれば、それをただ、ある意味一方的に、供給側と受け手側で、まあ、完結って話で、その対価として、まあ、ゲームのその代金を払うっていう形なんだけど、それはそれで、一つの、まあ、コミュニケーション。だなとは思うんだけど、今時はね、やっぱそのインターネットだったり、使って、あと、ゲーム開発者なのね、随時オンラインゲームなんで、アップデートもできますよね、やろうと思えば。だから、まずゲームができますよな。で、全世界に向けて配信しますよ。で、それを受け取ったプレイヤーが、それを受けて、まあ、私で言えばね、例えば花火師を名乗って、何かイベントを YouTube でやると。で、仮に、まあもう、今回ね、FLO サービス終了なんで、こういう展開はないとは思うんだけど、それをね、仮に、開発者側の人が何かのきっかけで見て、あ、これ面白いなっていうことになれば、そっからまたね、新しい展開になって、実際ね、その FLO で、Twitter でね、何かこうイラストコンテストやって優勝したらキャラクターがね、ユーザーが、プレイヤーが描いたイラストが、今度ゲーム内で実際にね、キャラクターとして星6キャラで出ますよ、なんてこともあったようでございまして、私は残念ながらね、絵師ではございませんので、参加できなかったんでね、腹いせでね、謎の FLO CM 動画なんてのを作りましたけど、これもね、まあ、私に言わせりゃね、ある意味ね、そのイラストコンテストが運営側から、そのボールが投げられたのに対する私の一つの答えがね、変化球なんだけど、まあ、CM を代わりに作ってみた CM ごっこみたいなのがね、やったりして、まあ、いろんな思い出がね、もうほんと尽きないなってことがありますけど、1年半やってきたんでね、このゲームはね、3.5 周年ってことだったんで、まあ、一番長い方であればね、4年近くなさった方もいらっしゃるとは思うんだけど、私は私でね、本当にね、堪能できたかなってことは思いますね。うん。っていうとこなんで、まあ、そろそろまとめましょうか。もう15分経っちゃったね。5分って言ったのにね。もうすいませんね。総括。では、まとめます。今回ね、サービス終了を受けて、まあ、このゲームを、遊戯部門と交流部門に分けたときに、プレイヤー同士のコミュニケーション、交流部門に関しての総括。まあ、100点でいいじゃないですか。うん。私はそう思ってます。でね、遊戯部門の方がね、ちょっとあまりに動画長くなっちゃったんでね、採点結果が言えてなかったけどね、遊戯部門もね、100点でいいと思う。でね、この100点っていう根拠は適当に言ってるつもりではないんですよ。なぜ100点、完全勝利と言い切れるのかに関してはね、ゲーム実況枠ではなくね、まあ、語り動画としてね、別動画で、ご紹介したいと思います。なぜね、私がこの1年半のプレイをね、ゲーム経験をね、100点と言い切れるのか、これに関してはどうかね、別動画でご覧いただきたい。ということをお伝えして、末部さん、良いファンタジーライフをお過ごしください。もうこれ最後かな？やれ！